皆さんこんにちは、週末菜園田中です。肥料完全自給を目指して今日は雑草堆肥を作ろうと思います。まずアゼイタを2枚つなげて作ったアゼイタプランターを用意します。そのプランターの中に木の棒を入れます。この木の棒は堆肥が完成した時に地面と堆肥との境目が分かるように確認するためのものなので、通常は入れなくて大丈夫です。これだけびっちりと棒を入れれば堆肥が完成した時に境目は分かりやすいはずです。あとは雑草を入れるだけ入れていきます。今回のメインの雑草はこの稲っぽい雑草ですね。こいつがとにかくやたら多くてたくさん入れられます。で、買った草はそのままプランターに投入していきます。雑草の根っこ自体に土が結構ついているので、今回は土や堆肥などは入れずに、収穫したこの根っこ付きの雑草だけで堆肥を作ろうと思います。この作業を繰り返すことを数回、容器いっぱいの雑草を詰めました。これを上から踏むことでかさが減ってさらに投入できるようになります。踏まなくても時が経てば自然とかさは減るので、そのまま投入しておくだけでも OK です。雑草を投入しておくだけでも堆肥化は徐々に進んでいくんですけど、週に1回ぐらい上下を混ぜ合わせておくと好気性発酵が活発に行われて堆肥化が促進されるので、手早く堆肥を作りたい方はまめに混ぜ合わせるといいと思います。堆肥化の目安としては、投入した雑草がちゃんと分解されて熟成されて土色っぽい、ほぼ土のような状態になっていることと、投入した雑草の種がちゃんと死んでいることが、使用に適した状態です。種は堆肥化の過程で発生する発酵熱で死ぬんですけど、今回のように野ざらしの状態ではそこまで高い熱は出にくいんですけど、適度な湿度と温度さえあれば種は勝手に発芽して自滅するので、時間をかければ問題なく堆肥化されます。堆肥の状態が未成熟のままで雑草の種が生きていると、堆肥を畑やプランターとかに使った時に雑草の種まで一緒に広げてしまうことになるので、そこは注意してください。以上、雑草堆肥を作る動画でした。本日の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価の方もよろしくお願いします。